ハッピースクール。なんか一回波乱万丈な突拍子もないことが起こったと思ったわ。すぐにシーンチェンジしてね、また新しい話が入るっていうことがね、一つのパートに5、6回あるからね、とんでもないゲームだと悟ってきた。そんなところで、そしてあっという間に全ての授業が終わり、放課後に、さすがは土曜日だ午前中だけの授業のやつ。俺が小さい頃はそうだったけどさ、土曜日も授業あったよな。そう、時代のやつだった。さて、この開放的な気分をどうしてくれようか。あー、どっちがいいかな。屋上行ったら絶対先輩やな。ここは日向ぼっこの方、日向ぼっこ一つ前のシーンでもやったぞお前千里と隠れ王にした後にさ、お前またさっきも日向ぼっこしよっただろうがお前。教室で日向ぼっこでもして楽しもう。本当はぼーっとしたいだけだけど、時間を無意にぼーっと過ごすことはある意味最高の贅沢だ。そうは思わないか。わかるけどさ、夏とはいえ窓に近い席なら角が入ってきて涼しいしなどと考えて、そのまま教室に留まることにした。教室では珍しく、はるかと黒薙、そして委員長が残って雑談に花を咲かせている大きなゴールデンメンバー、メインキャラゴールデンメンバー来ましたね。これはこういうのが欲しかった。4人でさ、たくさんの人数でワイワイしとるところを見たかった。ねえねえ、みさくらさん、うちの学校って七不思議って。おっと、学校ものの定番やな。学園ものの定番入りました。七不思議。七不思議？うん、よく学校って七不思議あるでしょ。僕も少しは知ってるけど、本当に七つあるのかなって無理に七つ探すこともないと思うやけどな。そうね、いくつか聞いたことはある。いくつかはあるやな。おお、さすがは院長だ。耳戸島だぜ黒薙くん。それ褒め言葉そんな気がしたわ。俺、耳戸島っていう言葉聞いてこなかったけどさ、なんかそんな気はしとった。まあ、いいじゃないか。おい、高崎もこっち来て、七不思議聞かないか。ん？そうだな。面白そうやな。七不思議か。面白そうで。あれ、興味がないを選んだところで、結局なんか、聞かないみたいな感じでして、イベントが終わりそうな気がするけん、まあ、あるやな。今行くぞ。どう考えてもあるやな、これは。俺はカバンを持って黒薙たちの元に向かう。みんな揃ったわね。では始めます。わ、 BGM 消してきたぞ。なんかそれっぽい雰囲気になってきとんで、怖い話をする時の雰囲気に。ドキドキ。トップバッターはやっぱり委員長だろ。怪談話を披露するような話になってきてる。なんで私なのよ。なんとなくだ。別にいいけど。意外と知っとやな、そういうのって。ははBGM よ本当にあった怖い話の導入部分みたいな感じになってるよお前。委員長は一呼吸を置くと不思議な話を始めた。知ってる人もいるかと思うんだけど、朝門学園で一番有名な七不思議。はい、はいはい。もしかしてあれ。そう、幻の生徒。おお、なんか面白そうで。幻の生徒。学園創立当初からささやかれてた噂なのよ。毎年夏になるとね、いつの間にかどこかのクラスの生徒の数が一人多くなってるのよ。待て、それなんか聞いたことある。アナザーじゃねえ。アナザーじゃないよ。いないものが一人混ざってるみたいな感じの。あれ、アナザーじゃねえ死者の話。一人死者が紛れ込んでるから、代わりに一人誰かをいないものにするみたいな話じゃないそれそれってただ単に誰か一人侵入しているだけじゃないのか。そう思った先生がある年に生徒を全員調べてみたんだって。でもいなかったの。見知らぬ生徒なんて一人も。生徒の数だけが、机の数だけが一つ増えていたの。それ酔いの数ミスっただけじゃない。マジかよ。そんなこと
てありえるの？職員の間でも一時問題になってね。それからしばらく調べ続けていたそうなんだけど、結局何にもわからなかったの。ちなみにこんな話をしている間にも、おいの視線は委員長のおっぱいに釘付けになっていることは言うまでもない。もしそれが事実だとしたら少し怖い。得体も知れない何かが隣人を装って何気なく接してきているのだ。まあそんなわけないか。さてなぜやめる？次は俺行きます。ガツンと行きなさいよね。ドキドキ。これは被害者が一番多い。喋っていること、喋る口調よ。喋る口調がガチのそっち話す系の人みたいな感じになってるよ。ナレーションや。心霊番組のナレーションみたいな喋り方だった。いきなりそう聞き出すと黒なぎは重々しく語り始めた。昏睡教室とでも言うべきか。うまいなお前。なんだそりゃ。これも古くから言われているんだけどな、あまりにも不可思議で恐ろしいので好んで伝える人がすごいな。お前 CD 出せるぞお前。かなり口調がそれっぽいわお前。怪談話っぽいわお前。だよね、僕も聞いたことないもん。いつぞや教室が変わってから一番後ろの席の一人の生徒がよく居眠りをするようになったらしいんだ。はい、居眠りね。ただ単に不真面目な生徒だったわけではなくて。進級前は全くそんなことなかったんだ。教室が変わった途端だったんだ。嘘くせえ。やめてあげて、和野くん。しゃべようやけな。なんだよ、語り手が俺になった途端、話の腰を折りまくりじゃないか。うん、でも俺はお前に付き合ってたらいつも骨が折れてるわ。それは普段の行いのせいじゃないのかね、黒なぎよ。もうごもっともですね。それはごもっとなことですね。俺が何をしたって言うんだ。いろいろしすぎて一つ一つ言うのがめんどくさいぐらいです。そりゃもういろいろと。やっぱりその生徒進級できて気が抜けただけじゃないのか。教師側もそう思ってたんだよ。それであまり深刻に考えなかった。だけどそれがいけなかった。え？その生徒の居眠りにも慣れたある日のことだった。どうと慣れられたもんな。いつものように生徒は寝ていた。だがその日はそれだけではなかった。はい。ドキドキ。その生徒の前の列の席の生徒たちも眠ってしまったのだ。おお、席の前の人が。なんですって。普通ありえないだろう、そんな。一列か。でも綺麗に一列で眠ってしまったんじゃ。生徒全員が昏睡状態に陥っていたのかという。結局原因は最後までわからなかったとか。おお。それでその後みんなはどうなったのさ、起きられたの？そこまでは伝えられてない。ただその後同じようなことがたびたび起こったため、そこは開かずの教室として使われなくなった。おお、結構すごい話や。まさか図書室の前の廊下の一番奥の。委員長知ってたんだ、そこだよ。戻るな。いきなり戻るなお前。やけに厳重に閉まってると思ったらそんなことが。シャレになら話じゃないか。黒なぎのことだからギャグだろうと思ってたのだが、俺たちは怖くなってきたのでこの話題はやめることにした。それからしばらく雑談をした後、俺たちは解散した。おお、意外と見応えのある話だったな。家に帰ってからゴロゴロしているとハルカが来た。そして新しいレシピ試させてほしい。おいいね。階段の後はこういうほんわかした雰囲気いいですね。話と話のね、ね、脈のずれ方が逆にここは心地いいですね。ちょっと怖い、シングルやか
ドキドキするような話からね、こういうある意味違う意味のドキドキする話、いいですね俺は。と夕食を作ってくれることになったのだ。パンダ大好き、パンダ大好きやけんな。おいエプロン、何て書いてんのこれ。クッキングパン、そのままだったわ。なったのだが、はるかさん、これは一体何なのでせうか。何って豆腐ステーキじゃないのか。ああ、なんちゃってステーキのやつじゃ。ステーキって聞いたら肉だろうが、豆腐でステーキなんか作ってんじゃねえよ。豆腐ステーキ、豆腐ハンバーグなんか聞いたことあるけどな。スイカのステーキとどちらか迷ったんだけどね。なんだよスイカのステーキって。スイカでステーキなんか作れるわけねえだろお前。もう完全にカテゴリー違う料理じゃんお前。うん、豆腐でよかったです。創作っていうかさ、なんか投げやりになってない？大丈夫？まあ、なんと言ったらいいか。はるかって何でも試すところが長所であると同時、短所かもしれないな。時々明らかに地雷なレシピ、新レシピを持ってくることがあるからな。まあ、今回はお楽しみでよかったな。食撃の相馬か。お前相馬くんか、お前は。ゲテモノの料理を持ってきてさ。でもさ、はるか、食うときどうしてそんな袋いっぱいに調味料持ってきてるの？めちゃくちゃマイナーな香味料、香辛料やハーブとか、どう見ても普通使わないようなものが見えたんだが。そうなんだ。コストコとかでしか売ってなさそうなやつ。コストとかそういうところでしか売ってなさそうな香辛料とかあるかな。料理ができた。まあなんだ、結論から言おう、うまかった。はるかが作ってくれた夕飯はいつも通りうまかった。しかし懸念材料としては、結局あの調味料の山がどこでどうやって使われたのか分からずじまいだったということだ。一体あれは何だったんだよ。いろいろあったやな。夕食後まったりしていると黒薙が訪ねてきた。お前、電話嫌いだからって今度はトスしてきやがったなお前。よ、高崎、遊びましょう。やめろ、俺は遥ちゃんと二人きりのイチャイチャを楽しめてんだお前。お前なんかが入る余地なんかこれっぽちもないわ。ああ、明日休みだもんな。そうだ、土曜日だったな今日。しかも今日は特別だ、じゃーん。あ、もしかしたら遥ちゃん帰ったんかな。変えたところなんかな、これ。黒ネギが後ろに隠していたものを俺の目の前に持ってくる。それは花火。花火。そう、花火。あ、なんか今の花火の言い方は俺と被っとるぞお前。花火の言い方は俺と被っとったぞお前。花火。お、いいな、やろうぜ。やるやろ。あ、はるかちゃんおったやな。大好き。あ、分かった、3人で楽しもうか。夕飯作ってくれてな。いいなぁ。安野さんさ、今度俺の家にも作りに来てくれないか。ああ、じゃあスイカハンバーグ担当はお前な。スイカハンバーグの味見担当お前な。別に構わないよ。やったー。さて、こんなところで立ち話するのもなんだし、早速花火やりに行こうぜ。そうだな、近所迷惑にならんようにバケツに水を入れてたくさん持っていくよ。花火はじゃないわ俺たちは花火をするために近所の公園まで来ていた。花火とは周りに燃えるようなものがない広い場所で行うものだ。うん、偉いね。早速始めようぜ。だな。お、はるかはロケット花火か。最初は景気よく行くのがいいじゃないのさ。そうだな、景気よくな。ハルクは機器としてロケット花火を並べていく。ここに委員長がいたらさ、委員長はその胸についているロケット花火やらないんですかみたいなセクハラ発言しているところだった。黒薙はネズミ花火か。さすがはハムスター野郎。ハムスター野郎。誰がハムスター野郎だと言いつつ、楽しそうにネズミ花火を火につけている。やっぱり花火って楽しいよな。ん？黒薙、
一度にそんなに火つけたら危ないだろう。やばいことが起きそうな気がしている。俺は派手なのが好きなの。とはいえそれネズミ花火だろ。一気に追いかけられるやつじゃこれ。それがどうしたんだ。お前さ、何も考えずに自分の周りに無造作に火つけたネズミ花火放ってるだろ。だからそれがどうして。わわわわわ。一瞬にして四方八方から自らが火をつけたし、水火争いに襲われる黒なぎ。断言する。あいつは絶対に何も考えてない。高崎、助けてくれ。高崎ってすごい叫び方だった。知らん。ネズミは花火に追いかけ回される黒なぎ。俺はしっかり忠告したからな。うん。今足元を何かが火花を散らしながら通ったような。しっかりと確認する。ああ、ネズミは花火だな。一匹軌道をずれてこっちに来たんだな。納得。でもそっちには他の花火が置いて。カズト、危ないよ、早く。嘘だろ。え、そんな春からの声が聞こえてきて、一瞬の後目の前は激しい閃光に包まれて、ソロマンよ、私は帰ってきた。翔くん、花火は決まりを守って正しく行おう。ソロモンの悪夢や。言っておくぞ、絶対クロナギみたいな真似はしてはいけないぞ。俺は今後クロナギとは一切花火はしないようにしようと固く心に誓うのだった。次の日、日曜日だ。ああ、朝っぱらから暑い日だ。こんな日は二度寝して一日中ゴロゴロして過ごすに限る。俺は不意に起き上がる。どうしたかわからない。だけど一言で形容するならば、頭の中でちっちゃい院長が、せっかくの休日なんだからもっと有意義に過ごしなさいと諭す。だから起きることにした。そんな感じである。ちっちゃい院長。ちっちゃい院長ってあれか、おっぱいがちっちゃい院長じゃないよな。おっぱいは大きい、ちっちゃい院長よな。おっぱいは大きいけどちっちゃい院長だよな。そこ重要視だよお前。おっぱいがちっちゃい院長じゃなくてさ、ちゃんとおっぱいは大きいけどちっちゃい院長だよな。そこちょっとチャッキーしとかなかったら困るで俺。はあ、いや、自分でも何を言ってるのかわからない。だけどそれ以上に言いようがないので仕方がない。あ、なんかさ、前回のパートからそうやけどさ、背景に新しい絵がどんどん出てきよんな。こんな台所も初めてできたな。適当に冷蔵庫にあるもので朝食を作って食べる。料理の前あるはずがない。それぐらい適当な料理なのだ。食事も取ったし、昼までにしておくべきことは選択肢で出てこなかった。庭の草むしりである。俺の家の庭は決して広い庭ではない。だが長い間放置していたせいで、ちょっとしたジャングルのような様相を見せている。おお、真面目。翼がいなくなってから全く手入れをしていなかったしな。因果応報か。まあ正確の休日だ。さっさと片付けてしまおうか。さっさと？さっさと？さっさとなんて片付けられるか！いや、一人で叫んでんじゃねえ。無理だ。本当に無理。この雑草、どこまでも根が張ってしまってるのだ。俺はそんな雑草たちと死闘を演じながら思う。畜生！次こそは、ここまでなる前に手を打ってやる！いや、まあ。今はそう思っててもきっと忘れて放置するんだろうけどな。そんなことを思いつつ庭で汗を流すのだった。何一人でやってんだよブツブツ。地獄の草むしりが終わった。とりあえず昼食をとってシャワーを浴びる。ああ、このままダラダラして過ごすのもいいかもな。再び頭の中で小さい委員長が不穏な動きを見せ始めたので、どこかに出かけることにした。ちっちゃい委員長。おっぱいは大きいけどちっちゃい院長。というわけで
町へと来た。別に特に何もすることはないのだが、おお、ま、結構すごいところだ。もうデートスポットやん、こんな。デートで来るようなところやん、ここ。いろんな店が並んで、おしゃれな。ほんまに新しい家がどんどん出てきようんやけど。いろいろと見て歩くだけでも暇つぶしにはなるだろう。などと思っていると、目の前に見知った人物が。ああバッタリ会うなんて運命ですね、これは。おお、はるかか。奇遇だな。カズトは何しに来たの？買い物？いや、特に何も用はないんだ。暇人だ。カズトが用もないのに町に来るのって珍しいじゃないの。休日って用もないんだから、用もなかったら部屋でこもってるもんだよな。俺もできることなら一日中寝ていたかったんだがな。小さい委員長が。いや、なんでもない。はるかは？僕も暇だからお店回ろうかって思ってたんだ。ふむ、予想通りの答えが返ってきた。ちなみにどんなお店？どんなお店なんだい？まさか BL とかそういう系のお店だったりするんじゃないかな？え？こいつは家の中でじっとしてるタイプじゃないからな。ちょうどいい。旅は道連れだ。んじゃあ、はるか、一緒に回るか？うん、行こうじゃないのさ。こうしてはるかと一緒に時間を潰すことになったのだ。で、俺たちが来た場所といえば、予想はしてたけどな、スポーツ用品店、アンティークショップ、パンダグッズか。お前パンダに目がないな。お前本当にパンダ好きなんだな。いいじゃんパンダ。俺にはわからん。これなんて手のひらサイズで可愛いじゃん。ただのパンダの置物だろ。こんなパンダの置物とかお土産とかでしか買わんような気がする。正直ここまでパンダに入れ込む理由がわからない。猫とか犬とかじゃないんやなって。そんな俺に構わずはるかはそのパンダの置物の購入を決めたようだった。そして今度は古い家具などを見始めた。こういうのもどこがいいんだかな。わからないかな。雰囲気がいいんじゃん。わからんわ。わからん。俺には情緒的な感情は備わっていないようだ。そんな感じで日が暮れるまではるかに付き合ったのだった。さて今日はすることもない。このさ、なんかはるかルードに入ったんかなって若干思ったけどさ、どうせ違うんだろうなと思いながら思っとったら案の定違いますねこれは。ただの幼馴染がばったり会って一緒に買い物しただけっていうね。これは別に一つのイベントだったわけです。寝るか。寝ちゃったよ。そうそうとベッドに身を任せた。日曜がもうは、また黒なぎか。もうなんだこの、何が気になるんじゃ。高崎ですけど。おお、高崎だ。ちょっと聞きたいことがあるんだ。おい、電話プルルルルってなってからのここまでの流れ全く同じちゃうんか。文章一つ一言一句。なんだよこんな時間に。俺にとっては大切なこと。もうここまで一緒じゃん、お前。いつも一緒のこと言いよう気がするわ。とりあえず行ってみろ。一体何が聞きたいんや。あのさ、かき氷にブルーハワイってシロップあるよな。あれってなんでブルーハワイなんだ。しょうもないはしょうもないけど、言われてみればなんでだろうってなるやつじゃん、お前。お前、割とさ、モヤモヤする系のやつぶっこんでくるな、お前。確かにその通りじゃ。どうでもいいことではあるんやけどさ、ブルーハワイってなんでブルーハワイって言うん、あれ。それ言われたら俺もモヤモヤしてきたわ、お前。やめろ、モヤモヤしてる人を増やすんじゃないわ、お前。そりゃ、モヤモヤ伝染病か、お前は。なんだ、モヤモヤ伝染病って。またそんなことか。同じ名前の青いカクテルから。その名前を取ったカクテル、ほうなんじゃない。てかよう知っとんな、カズト君も。じゃあそのカクテルはどうしてブルーハワイって言うんだ。昔同盟の
ハワイを。それも答えれる。そこから取られたんだよ。おお、雑学雑学博士、助かったぜ。すごいな、ほんまに雑学よう知ったんな。そりゃどうも。初耳学出れるな。ちょっと待って。どうして俺はこんな時間にかき氷のシロップの名称の由来を話をしてなきゃならんのだ。毎度毎度皇帝のことで起こされてる俺で一体。そんなことを考えているとだんだん腹が立って、また腹が立ってきた。でもさ、あー、カウンターがまだ入るわ。あ、なんだよ。結局ブルーハワイってさ、何味なんだろうな。だってさ、他のシロップはイチゴやらメロンやら果物の名前をそのまま取ったものだろ。なのにブルーハワイってさ、一体何の味なんだろうな。ハワイ、ハワイ、トロピカルフルーツ、それとも何か他に青い食材が。うわ、わかんねえ。ふっふっふ、悩んでる悩んでる。まあなんだ、夜も遅いんで俺は寝るぞ。ちょっと待ってくれ。ご承だから教えてくれ。あの恐ろしく青いシロップの味の正体は一体。うるせえ。出た、殿下の宝刀。新しい疑問投げかせて、投げつけて、もやもやした状態で切るってやつ。ここも一緒やな。そして月曜日、一週間まだ頑張ろう。日課が始まりました。大きく育てよ。どれ、芽は出たか。あれ、なんかこのイベント前にも同じような展開で出たぞ、お前。ああ、水月先生。はいよ、おはようさん。先生のお気楽さが羨ましいです。若干の内容が違うな、会話の。言ってくれるさね。それで、芽は出たのかい。いえ、まだのよ。まだ出てない。そいつは残念さね。しかし…しかし、水月先生、どうしたんですか。そろそろいい加減に芽が出てもいい時期を過ぎてんじゃないかと思ってね。まあどれぐらいで芽が出るかよくわからんけど、そうなんじゃ。まあ植えてから結構経ってますしね。どうだい、一度だけ掘り返して根の様子見てみないかい。そんなことしていいんすか。気持ちはわかりますが、こういうのってあまり掘り返さない方がいいんですよ。それは重々わかってるんだけどさ、どうしても球根の状態が気になって昼寝もできないんだよ。いや、しちゃダメなんじゃないですか。それ昼寝ってしちゃダメなんじゃないですかね。だったら夜寝てくださいという言葉が喉から出かかったが、それをなんとか飲み込む。というわけでなんとか頼むよ。少しだけですよ。よっしゃ、話がわかるじゃないかい。判断を誤ったかななどと思っても、すでにあったの祭りである。掘り返してみたら何も出てこんかったらどうしようかなってやるな。俺は用心深く土を掘っていった。どうだい、出てきたかい。確かこの辺りだと思ったんですけどね。なんとも頼りない返事さね。埋めた正確な場所なんて覚えてませんよ。だったらもっとキリキリ掘れないのかい。そんな勢いでやってたら日が暮れちまうよ。さすがに今も朝なのでそれはないでしょう、という言葉が喉から出かかったが、それを何度か飲み込む。なんか飲み込むこと多いな。言葉飲み込むこと多いな今日は。あまり激しく掘ると球根を傷つけてしまうかもしれませんし。そうかい、そうさね。水月先生はうなずくと、近くにいるアリの行列と遊び始めるんだな。その遊びは本当にお気楽な先生だななぁと思いつつも、掘り進んでいくと何かが見えた。まさか、これは球根かい。水月先生は俺の声にこちらに顔を向ける。いえ、埴輪が奪勢い余って、その場にツップス先生、面白い反応するな。多分その時ちょっと父が揺れたんだろうな。どうしてそんなもんが埋まってんだい。ここは遺跡か何かかい。
ああ、そういえば、俺の教室と担任が、埴輪の話をしていたな。関連あるかな？そんなこと俺に言われても。そんなこと、正直俺が聞きたいぐらいだ。だと思いつつも、俺は少し方向を変えて掘り進める。やがて、何かが見えた。今度こそ、球根だった。先生、球根です。小さな芽が出てますよ。球根です、みたいな言い方だったけど。よっしゃー、でかした、高崎。まあよかったわ。この一つの球根が恐るべき繁殖力を見せ、あたりの植物を制圧し、花を咲かせ、後の朝門学園の名物になるのだが、それはまた別の話。いきなり金箔的な話が始まったけど、時間がここまでなんで、この金箔した妙に気になる展開はまだ今度です。ああ、行き過ぎた。何が行われようとしてるんだ？ってかさ、教室、職員室の中の絵もあるんじゃ、これ。なんかほんまになんか、イラストをボキャブラリー増えてきたな。レパートリーか。レパートリー増えてきたな。なんだこれ。割と終わりに近づいてきてるんか、このゲーム。先が全然見えんけどさ。何これって感じ。とりあえず。